おはようございます。わがんせの影んです。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えっ、ー、とね、去年からちょっと考えていたというか、ちょっと作っていこう、作成しようと思ってて、なかなかこう、手をつけられない状態でいてたんですけど、やっとこう、作ることができたものがあります。 それはですね、えー、ニュースレターですね、え和、ー、んせのニュースレターです。えー、まあ、えー、そのニュースレターのその題というか、タイトルっていうのは、和がんからの手紙っていうので、こうこれから作っていこうというふうにこう考えているものなんですけども、えー、そのナンバーワンね、1回目の、えー、ニュースレター,、えー、8月号ですね、8月号のニュースレターができて、今ね、えー、印刷をこう、 ラクスルに、えー、頼んでいる状態ということで、えーまあ、届き次第ですねその、設置をしていこうというふうに思っております。で、店の前にですね、チラシをこう、えー、入れている、ポストに入れている状態で、あの誰でもこう取って、持って帰っていただけるようにしてるんですけども、それと同じようにこう反対側に置こうと思ってるんですけども、えー、そこにこうニュースレターの最新刊ということで、えー、そこにこう、 えー、出してですねほんでこう取っていってもらおうと、うん、でこうご自由にどうぞということでそこに設置しようというふうにこう考えておりますえー、これでねちょっとでもこうご新規さんが増えることも えー、こ,れこのニュースレターを発行してこれを読んでもらってですねあちょっと我慢性に興味持ってもらってこう来ていただける形が取れればいいなということと、えーまあ、1回でも来ていただいたお客さんがこれを読むことによってさらに、ね、こうリピートをこう増やしてくれるようになれば、ね、いいかなということとまあまあ自分がこ,うこれを、ね、どこまでできるか分かんないですけども、えー、作っていってですね こう自分をこう自分のまあまあ活動であったりとかそういうのをこう残していこうかなというふうにこう考えているというところになります。まあまああの一、ー、回目なんでねまあまあ手探り状態ではあるんですけどもこれがこうどういうふうな内容になっていくかっていうのはまだまだこう未定ではあるんですけどとりあえずねその書いたということですね。 まあまあえ自分がねこう空手の黒帯になったこうご報告であったりそれでちょっとこうえとあるいは何牧場やったかな山田牧場かなこういったところのまあまあ写真を載す写真というかまあまあ でこう,どうやんでまあまあうんまだだから内容がその固まってないというかこういうもんでこういう形でやっていこうというのは決まってはいないんですけども、えー、その時々こうあこれを載せたらいいかなというものをこうやっていこうというところであります。でこう、えー、完璧なものを作ってこう出そうとするとなかなかねこう。 書いていくことがこう文章が止まってしまうんでとりあえずもう完成させてしまってもう第1号ナンバーワンをまず出そうとナンバー1ですねナンバー1を出していってほんでナンバー23とこう積み重ねていくことによってこうちょっとこうスキルが上がっていけばいいかなというところでありますだから僕の場合は やっぱり、えー、まず量をですね量をこなしていく中でこう,こういう方がいいかなと思いついたらこう質をそこで上げ上がっていけばいいかなというところでなかなかその最初からこういいものを作るっていうのはなかなか難しいかなというのが僕の、えーまあ、まあ考えというかねそういうふうには思いますね。そのじゃないとこう本当にこう 最初の一歩がこうなかなか踏み出せない状態になるんでもうとりあえずこう,うーん自分でこう100点じゃなくても60点であろうがまあ50点であろうがもうとりあえず出してみてあとは見てくれた人がこう評価するというかでその感想を聞いたりしてこうもうちょっとこうしようかなとかこう変えていけばいいと思うんでうんまずこうニュースレターをもう作ったということでまあえー 8月号できたということでこれは余信としようというふうに考えています。うん、でこうなんかこう自分がねこう経験してというか、うん、実感してですねこれはいいなっていうものをこう伝えられたりとかですねあとはこうお店であったりとかそういう場所であったりそういうのでこう、えー、いいところというか自分が行ったところでいいものがあればこう伝えていけたりとかね。 まあ,あと健康について自分が思うことであったりとかねあまりねこう健康なこともこう踏み込んだ踏み込んだというかなんかこういろいろこうあるんでね、えー、言えること言えないことは出てくるとは思いますけどね、うん、まあまあ、うん、1回目はまあまあ軽い軽いというかまあそれなりにこう軽くこうまず完成させることを自分の中で目標としてこうやって。 っって言ったということです、ね、でこう見ていただいて誰かこう楽しみにねこのニュースレターを楽しみにしてくれるような人がこう出てきてくれると。 でそれでこう我が先生に興味持ってい,ただいてほいでこうちょっとしんどいなと思ったらこう来ていただけるような形ができればいいかなというふうに思っております。で今のところは月1回ですね月1回こう発行していく形を取れればなというふうには考えております。うん まあどうこれを発展させていくかっていうのは僕のまた一つの課題ではありますね。一つこれをやり始めるとね、もうやっていかないといけないという形になってくるんでね。まあどうしても厳しくなったらそれはやめるでしょうけども、なるべくね、えー、今からやめることを考えたくないんで、えー、続ける方向で。うん、でこういうニュースレターでもこうずーっと長年続けていくと、それはそれでこう続けてきているという、その。 信用信頼もこう生まれるかなと思っております。うん やっぱり続けることっていうのはやっぱり信用信頼にこうつながっていくのであろうあるんじゃないかなと一つ思いますねもちろん内容がねこうクオリティが高いものの方がいいんではあるでしょうけどもやっぱりその毎週こうしっかりこう続けているとか毎日続けているとか毎月続けているとかねそういうことがこう信頼につながっていくかなと思いますそしてこう続けることでしかなかなか成果っていうのはこうつながってこないかなというふうな 感じはこう僕の中でしております、うんまあ空手でもねこう黒帯今やっと黒帯になりましたけどこれもずっと続けてまだそんなにね一応あのー 1> 1年半ずっっと通い詰めの形にはなってますその前からも言ったらずっとやってたんですけども、えー、やったりやめたりやったんですけど、そういう続けていくことによって、こう、少しずつ成果が出てくるということです。あとは日々のね、えー、体の訓練だったり、そういうのがこう必要になってくるかなというので、えー、そういうものも、こう、同じようにね、やっぱりこう、ニュースレターもこう当てはまっていくかなと思います。えー、まあまあ、内容はね、 これからうんまあ僕の中でで何とか作れたことでねちょっとなんとか作れたなっていうのでこうほっとしているというかそういうことはありますねうんあとはこうブログでねまた影山マガジンっていうのをね1週間に1回こう金曜日にこう発 こうする形を取って、まあ、ブログではあるんですけどね、えー、それをこう、まあ、僕のメルマガのね全身みたいな感じでこうちょっと自分の、まあえー、練習じゃないですけどもそういうものをこう、まあ、メルマガをこうできる自分になるためにね 一週間に一回そういうものをこう、えー、ブログではありますけど作っていけることができればね、えー、またそれが自分ができるぞというこうなんかこうそういう自信というかね確信、えー、に近いものがこうも持てたらいいかなというふうに思っておりますまあ一つ一つこういろんなことを積み上げていくことでしかこう信頼というのは生まれないでしょうからね、えー、その一歩としてね、えー、とりあえずニュースレターを作ったということですということで今日はニュースレターを作りましたと いうことについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます